チラータール鉄道はオーストリアの鉄道路線。2018年時点ではチラータール旅客事業株式会社が所有しており、路線番号は310である。この項目ではチラータール旅客事業株式会社が運営するバス事業についても解説する。鉄道開業以前のチラー警告は道路状態が非常に悪く観光産業の拠点であるマイヤー方面へ向かうためには 途中のテルアムチラーで一泊する必要があるほど、交通の便に支障をきたしていた。その状況を打破するため1868年以降、チラー渓谷へ向かう鉄道を作る動きが起こるようになり、地域の有力者たちによる会議の末1895年に建設が決定された。その際に建設費用の削減などを目的として、 線路幅はボスニアンゲージとも呼ばれる 760mm の狂気を採用することとなった。開業日は1902年7月31日で、その際に用意された車両は蒸気機関車2両、客車10両、荷物車2両、貨車20両であった。開業後の経営は順調で、1921年には電化計画が持ち上がったものの中止となり、代わりに、 オーストリアの軽便鉄道で初のディーゼル機関車導入が実現した。また1928年以降は、ルクスにあったマグネシウム鉱山からの鉱石輸送を開始し、1976年に鉱山が閉鎖するまで続いた。だが1964年に沿線の道路建設に合わせて鉄道を廃止するという動きが持ち上がり、長期にわたって議論が続いた。 そんな中、翌1965年にザルツブルクのタウエルン電力会社が沿線に水力発電所を建設することになり、その資材輸送をチラータール鉄道が担当することとなった。新型機関車の導入や標準機から貨車を直通させるためのロールシェメルの導入、列車無線の採用など様々な施策を実行し、発電所完成までに32万5千トンもの、 セメントを輸送した鉱石により、大量輸送機関としての鉄道の価値が見直され、チラータール鉄道の存続が決定した。蒸気機関車列車など観光路線として人気を博す一方、チラータール鉄道は、チラー渓谷の通勤、近郊路線として近代化を進めている。1984年以降電気式機動車を導入したことで、 蒸気機関車の定期運用が1993年をもって終了したほか、2000年代以降は、大型の超低床客車の導入も行われている。また1991年には一部路線が複線化され、旅客列車の本数が30%増加した。その一方で、木材輸送用の貨物列車についても新型機関車の導入など近代化を進めたものの、 トラックへの移行が進んだ結果2013年に定期運転を終了し、以降は臨時列車のみが設定されている。2018年11月現在、チラータール鉄道では一部時間帯を除き1時間に2本の頻度で列車が運行されており、全列車とも全線通し運転である。平日朝には、バイアホヘン発イエンバッハ行の速達列車、チラータールジェットが1本運行されるほか、 5月から10月にかけては、週5日、蒸気機関車牽引の観光列車が設定される。これらの列車は一部を除き、イエンバッハ駅でオーストリア連邦鉄道との乗り換えが可能なダイヤ設定がなされている。なお、蒸気機関車については、蒸気の運行以外に複数の臨時列車が運行されており、年末には大型の酒樽を積んだ。 バレルカーや6万2000個のスワロフスキークリスタルが、車内に装飾されたクリスタル客車などを連結した特別列車が設定されている。蒸気機関車2018年現在、チラータール鉄道には、胴体保存用として4両の蒸気機関車が在籍している。ディーゼル機関車1921年に、オーストリアの軽便鉄道で初めて導入して以降、ディーゼル機関車は、 チラータール鉄道において旅客、貨物輸送の主力として活躍している。2004年以降はドイツのグマインダー製の車両を導入し、工述する低床客車列車や貨物列車の経引に用いている。機動車1984年以降、チラータール鉄道は動力近代化のために6両の機動車を導入している。 オーストリア連邦鉄道など他企業の軽便鉄道に導入された機動車と同型だが変運転台仕様となっており、付随車や制御車も同時に製造された。製造から20年以上が経過した2007年以降はリニューアル改造が施行されている。また2013年以降、ピンツ川地方線から両運転台式の同型車両が貸し出されており、新たに VT1 という車両番号を得ている。客車観光用のパノラマ客車や屋根のないオープン客車、旧型客車や酒だるを搭載したバレルカーなどが活躍する一方で一般の旅客列車用の客車も多く在籍しており、2007年以降は中央の出入り口周辺に低床部分を設けた冷房付きの大型客車の導入を進めている。 一部車両は運転台が設置された制御車として製造されており、着回しが不要となっている。またそれに先立つ2002年には、オーストリア連邦鉄道から譲渡された客車を改造し、車椅子リフトや車椅子スペースの設置などのバリアフリー改造を行っている。貨車通常の貨物列車のほか、標準機であるオーストリア連邦鉄道から貨車を直接乗り入れさせる。 タムの専用貨車、ロールワーゲンを所有している。チラータール鉄道では2022年に水素燃料を用いる列車の導入を計画している。その試作車として1991年に製造され、マリアツェル線で使用されながらも故障が、相次ぎ2015年に営業運転から撤退した4090系電車が改造される予定となっている。また2019年2月には、 シタッドラーレールによって製造される予定の量産車のデザインが発表された。蒸気機関車その他、チラータール旅客事業株式会社は1956年以降、鉄道事業に加えチラー渓谷の各地域を結ぶバス事業も展開しており、路線バスの他に観光バス業も実施している。鉄道路線との連携も考慮されており、2011年には、 イエンバッハ駅が改装され、バスと鉄道の乗り換えが容易な構造に改められている。ありがとうございます。